小出秀政は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、大名、豊臣家の一門衆、豊臣秀頼の森役の一人、泉岸和田藩初代藩主、伊豆市藩小宿家初代、小出秀政で記事天文9年、尾張国愛知軍中村に、織田家の家臣、小出正重の長男として生まれた。豊臣秀吉とは、同郷で、性質は、 秀吉の母おまんどころの妹、英松院であり、秀政は、秀吉のおじにあたる。老いの立身に伴ってその気人となった。秀政の、衆は秀吉よりの変記である。天正十年十月二十二日、はり国姫路城の留守居とされた。天正十三年、泉岸和田城三万国の所領を与えられた。天正十九年に秀吉の三河吉良しに、随病した。 慶長元年、豊臣生を歌手された。慶長三年三月、第醐の花見の時に秀吉の性質高大院に随伴した。八月、秀頼の補佐を依頼され、片桐勝本ら森役五名のうちの一人になった。同月の秀吉の死により、異物金三十枚を受領した。秀吉より当地を委託された、ナイフ、徳川栄康と、 五部行の石田三成との交争が始まると、秀政は病を称して環挙した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、次男秀家に兵三百を引きさせ、家康に付き従わせ上杉聖伐に従軍させた。その後、石田三成ら西軍が挙兵すると、長男義政などの小出一族は西軍に組みした。秀政は、 大阪城留守居で秀頼と共にいたが、吉政は東軍に組みした、細川雄彩の守る丹後国田辺城の攻撃に参加した。四男の三政は、大津城攻めに参加した。このため、本来ならば、戦後に皆が処罰されるはずであったが、秀家が、和都東軍に属して、関ヶ原本線で先行を挙げ、その後の戦後処理でも活躍したため、 秀家に免じて、小出氏は皆許され、所領も安堵された。慶長九年に没す。去年六十五。法名は本光院引くも非正大孤児。ありがとうございます。